ラグビーウルグアイ代表は、ウルグアイラグビー協会によるラグビーのナショナルチームである。愛称は、国庁の南米タゲリを意味する、ロステロス。最初のテストマッチは1948年6月2日のチリ戦。南アメリカではアルゼンチンに次ぐ実力を持つ。ワールドカップには1999ワットハイよりに、大会連続出場。1999ワット杯では、 当時40歳の首相、ディエゴ・オルマエ・チェア率いるチームが、プール戦敗退ながら、スペインに勝利を収め、南アフリカに大健闘して高く評価された。2003W 杯も、やはり決勝トーナメントには進めなかったものの、グルジアを破って一勝を挙げている。だが、2007W 杯予選では、ポルトガルとホームアウェイへのプレーオフを戦い、一勝一敗だった。 ものの、総得点で敗れ、本大会を逃した。2011W 杯予選のプレーオフでもルーマニアに、敗れて、本大会に進めなかったが、2015W 杯予選のプレーオフでは、香港、ロシアに勝利を収め、本大会に出場したが、プール戦全敗だった。2019W 杯の南北アメリカ予選ではカナダに、勝利しに大会連続出場を決めた。 本大会では、釜石で行われた、フィジー戦で30-27で勝利するバンクルワセを演じた。2019年9月25日に行われた2019、ワットハイウルグアイ対フィジー戦において、ウルグアイのファンマヌエルがナラと一緒に入場した、日本の小学生のエスコートキッズが、試合前に歌うウルグアイの国歌を選手と一緒に、聖唱した。試合後に、 フ安ンマヌエルが見ならば、報道陣に対して自ら、とても驚いたことがあったと切り出し、マスコットキッズがスペイン語で最後まで歌ってくれた。すごくびっくりしたし、本当に嬉しかった。僕と一緒に入場した子供が国歌を一緒に歌ってくれたんだ。自分の国にいるように感じた。日本の皆さんに感謝したいと述べ、ありがとうと、日本語でお礼した。 2019ワットハイ公式ツイッターは素晴らしい瞬間としてウルグアイの選手がエスコートキッズと肩を組んで国歌を歌い、青少後にエスコートキッズの頭を撫でて敬意を表する姿を紹介した。ありがとうございます。